恋愛のことなら俺に任せろ。中二のジョーの恋愛マニュアル。このコーナーでは恋愛の達人である中二のジョーこと前野くんがオリジナルの恋愛テクニックを毎回一つずつ教えてくれます。恋愛相談のメールが今回もたくさん届きました。早速ご紹介していきましょう。ではまずこちら、ラジオネーム舞さんです。なんだい鈴村さん、前野さん、はじめまして、こんばんは。はじめまして、こんばんは。舞と申します。おう。私には1年ほど付き合っている彼氏がいます。オーケー。彼氏の親友の彼女と遊んだ時に、うん、お互いの彼の話になり、うん、意気投合したことがあったので投稿します。オーケー。彼女との約束を立ってまで親友と遊ぶ彼氏をどう思いますか？なるほど。先に約束していた私たち彼女からしたら、それってどうよと思ってしまいます、うんうんうん、皆さんはどうなんでしょう？とても気になります。なるほど。約束を断られた私たちは女子2人で遊びました。なるほど。ということで気になりますね。気になりますね。どうですか？これジョーも経験あるこれジョーも経験ある。ジョー経験あるんですか？ジョー経験ある。お願いします。じゃあこれ、まあ、彼女と約束しちゃったけど、はい、今日ちょっと今日どうしても、うん、ダッシュと邦夫くんやりたいとか。邦夫くんね。熱血後輩邦夫くんですね。邦夫くんやりたい。なるほど。そういう時は僕、まあ、ちょっと男の方に行っちゃったりはしてました。僕邦夫くんですからね。邦夫くんですから。時代劇だよ全員集合とか、うん、そうてありましたね。僕ドッジボール大好きです。僕もドッジボール邦夫くん大好きです、ね、僕そういう時は、その友達には、まあ、今日女と約束があったけど、今は、お前らといる方が楽しいじゃんとか言ってました。あ、そうですか。はい。ちょっと引きました。そして女の子には、ちょっとあのどうしてもお前に送るプレゼントを大事に相談したい、みたいなことを言ったりしてました。可愛いじゃないですか。言ったりしてました。さすが中二のジョーさんも。うん、まあ。伊達に中二じゃないですね。伊達に中二じゃない。さすが国を。あ、皆さん、あの、勘違いしてないくださいね。中二ですからね。中二ですよ、中二。普通に大人の感性で言うと、引きますよ。はい、中二ですから、引いてはいけません。分かってますか皆さん。分かってますか。この人中二ですからね。あくまでも中二のジョーですよ。中二の話です、これ。中二の話ですよ、これ、ね、そう、中学2年生ですよ。あくまでも中二の話ですよ。そうなんです。まあ、でもそういうのあるじゃないですか、やっぱり。まあまあこれはね、あるんでしょうけど、難しいところですね。難しいところではございますけれども、皆さんはどう思ってるかちょっと聞いてみましょうかね、そうですよ。皆さんこれね、親友と遊び行っちゃう彼氏、これどう思います、許せます、許せないの？内容にもよりますよ。あ、内容によ る, 内容にもよる。本当に同じこと言った、あ、いいよ、別にいいよだって。あ、なんか意外と反応に、わあ、きゃ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 、弾幕が来やがった。おお、すごいすごい。たまには内容に、内容ってじゃあどんな内容ならいい？内容ならどんな内容？例えば親友がもうあの次元爆弾を仕掛けられてしまう。人間爆弾の次元。やべえと。残暴とする。もうちょっとで爆発しそうだと。青か赤を切ってくれっていう電話がかかってた、やばい、それもう一大事。俺が行かねえと青か赤が切れねえと。それ一大事だ。で行くと。これはいいんですか、皆さん。これは行、OK、っていいですか。OK OK、これはいい。それ OK ですね。あ、それなら OK。OK OK OK。じゃあ、はいはいはい、じゃあ、邦夫くんのドッジボールを友達がやっていると、はいはい、でナッツボールっていう邦夫くんの必殺技、ジャンプの最高地点で投げるナッツボールがうまく出せないから、ナッツボールの出し方を前の教えてくれよって言って呼び出された、それはどうですか？ナッツボール、ナッツボールですよ。すげえ難しいんです、ナッツボール。27ポイントのダメージ出るんですよ。すごい強いんですけど、ナッツ。ダメです。ダメですか？ダメか。さよならするさよならするか。ナッツボールむずいんだ、全外と出すの。そうだぞ、ナッツボールすげえ取りにくいんだぞ、取りにくいんだぞ、あの変形してくるから、ということでした。ということで、まあ、基本ダメみたいですよ。ダメみたいですかね、まあでも、まあ今日の恋愛テクニックはいわば、まあこいつだ。断るときは相手の機嫌を損ねない言い訳をすることだ。すげえダメな、もう、まあ、テクニックとしてはもう最上級のテクニックですけど、そりゃそうですねって言われて終わるやつ。着地がむずいな。マーフィーの法則ぐらい、そりゃそうやないかいっていう。むずいんだよ、このコーナー。知ってる、知ってるいう感じです。むずいよ、これ。もう説明とかいらないですよ。締めましょう。いらない。それではみんなで復唱してしっかり覚えますよ。はい。皆さん実際に言いながらコメントにも書き込んでくださいね。じゃあもう一回言ってください。もう一回今の。断るときは、相手の機嫌を損ねない断り方をすることだ。
さあ、OK、復唱お願いします。さあ、復唱するよ。断るときは相手の機嫌を損ねないように断ることだ。どうだ。本当に来た。断るときは悲しいときみたいな。断ることだ。断るときは断ることだ。さあ、そうやないかいよな。さあ、このコーナーでは皆さんからのこんなときどうしたらいいのっていうジョーへの恋愛相談のメールをお待ちしてます。以上、中二のジョーの恋愛マニュアルでした。